こんにちは。今日は見えない化についてお話ししようかと思います。この見えない化っていうのはちょっと言葉にすると変な感じであって、まあ、私が作った造語ではあるんですけど、昔10年以上前にブログで記事にしたことがあります。で、まあ、それ以降もセミナーだったりそういったところで、まあ、そのコンセプト、この YouTube でもコンセプトについてお話はしているんですけども、まあ、久々にこの言葉を使ってみようかと。で、当時ですね、見える化っていう言葉が結構出てたんです。効率化上ですね、いろいろ見えるようにしましょうと、何をやってるかとか、マニュアルを作りましょうとか、その流れを整理しましょうとかですね、なんかそういう風なのはあったんですけど、まあそれも大事なんですけど、見えないようにするのも大事だよねということで、まあ自分の目を守りましょうというところです。効率化上目が命ではありますんで、この目を守りましょうという意味で見えない化っていうのをやっています。あ、やって、私もやっていますし、おすすめしています。で、ちょっとあれですよね、その時の当時何を書いてたかっていうので、まずなんですけど、この私が仕事をするスペース、ここは余計なものを置かないようにしてます。ただですね、まあ、実際にはいろいろ置いてあるんですけど、この見えるスペースですね、ここにもディスプレイがあって、ここにもあるんですけど、そこには余計なものが入らないようにしています。で、なぜかというと集中するためです。で、ちょっと今、私のブログで検索してみようかなと思うんですけど、で、それがあると、この、そういったものがあると気が散りますよね。だから、私は、いろんなキャラクターグッズといいますか、シールとかも貼らないし、付箋とかも貼らないし、まあ何かお気に入りのものを置くっていうことも、この範囲にはしないようにしてます。まあ、ただそれはリビングで仕事をするときには多少入ってくる可能性というのはあるんですけど、少なくとも自分が嫌なものは目に入れないと。嫌なものはですね、で、嫌なものって別に家の中にないよって思われるかもしれませんけど、まあ、外部から入ってくるものっていうのはありますよね。まあ、例えば新聞が置いてあったらその見出しが見えるとかっていうのはありますよね。で、仕事が嫌だったらその仕事が山積みになってるのって嫌であったりしますよね。だからそれをなくすか、もしくはそういう仕事を受けないっていうことが必要になってくるわけなんですけど、あとはパソコンの画面の中も気をつけないと、その嫌な情報って入ってきますよね、油断すると。だからニュースの類っていうのは私は見ないです、一切ですね。そういう嫌なものが入ってくるんで、で、 SNS なんかも見る方は特定していますし、まあ、TwitterX は、まあこれですね、ブログやり、いや YouTubeボイシーなんかの更新履歴だけを流してはいたんですけど、その流すときにチラッとでもちょっと目に入るんですよね。で、それが嫌で、昨日ちょっとそのチラッと目に入ったものですごく嫌な思いをしたんで、まあ、別に何か私が何か言われたわけではなくて、なんかツイッター上でまあこういう会話があるんだなっていうのをちょっと見てしまったんですよ。まあ、パクリだとかですね、なんかこういうことに本当に時間を費やすんだなというようなこと、まあ、自分はこういうのをやってるけどどうですかね、こういうのはいらないと思うんですけどねって言ったら、まあ、いろんなコメントが入っててみたいな、そこで軽くつばずり合いみたいなのをやってたりとかっていうのを昨日見てしまってですね、もうあかんと、もうやめようと思ってで、今日から X への履歴の通知はなくします。もうなくして、で、アカウント削除しようかなと思って、さっきちょっとプロフィールのとこ見てたんですけど、まあ、ちょっと待つとアカウントを削除するのはちょっとあれだなというのがあって、ただもうツイッターの画面は開かないと。だからツイッターで、でも心残りとしてはツイッター上、ツイッターでしか、まあ X でしか活動されてない方の情報がなくなるわけなんですけど、もうそれはいいやと、もう全部捨てようと思って全部捨てました。昨日ですね。ですので今日から更新履歴は流れませんので、まあこの YouTube を直接ご覧いただければいいかなというのは、まあ、その代わりちょっと違うものを始めようかなと思って今日のタスクに入れているところです。で、見えないかというところでちょっと今お見せすると、どこに出る？検索で出てこない。あった。ちょっと画面切り替えます。まあ、こんな感じですね。私はそれで YouTube なんかもこの方は見たくないなっていう方はもう全部おすすめに表示しないにしてますね。そうやって消すことができるんで、
もう見るだけで嫌なサムネイルとかあるんですよ。私は結構好き嫌いがいろいろあるんで、この方の顔は嫌だなとか、この人嫌いだなみたいなのってあるんで、そういうのは一切なくすようにしてます。この視界に入らないと、このパソコンの画面に、今ここ3つあるんですが、パソコンの画面に入らないようにしてます。で、こんな感じでもやっぱりメールとかですよね。メール見えないかっていうのもやっぱりやってます。これいつか。2011年の7月ですね。まあこれで。で、メールなんかもそうで、この受信トレイ空にしてるっていうのは今でもやっていて、で、今これ空なんでこんな感じなんですよ。で、その他の Amazon の発送なんかはここに集まるようにしていて、まあ自分の目には見えないようにしてると。で、ここに見えるっていうのはセミナーなり仕事のご依頼だったり、まあ普段やり取りさせていただいている方の返信したい、もう見たいメールですね。見たいって言ったらあれですけど、見たいメールになってます。で、もちろんそれは、そのメールをいただくのが嬉しいお客様と仕事をしていないと、それは成し得ないので、昔ですね、私はそうじゃなかった時もあって、この2011年頃もそうだったんですけど、このお客様でも、メールをくださるお客様でも、ちょっと今、仕事中に見たくないなと、いろいろテンションが下がったりするんで、別に怒られたりですね、そういうことはないんですけど、見たくないなっていうのはあって、で、こういう、これは、Gmail のフィルターっていうんですけど、フィルターをかけて、この受信トレイに入らないようにしてた時期があります。で、そのうち返信って呼んでたんですけど、そのうち返信っていうのを、1日の終わり、17時に見ると。17時にはもういい加減見なきゃいけないと。もうそこはもう鼻をつまんで見ようと決めていた時期があります。まあ、普段は見なくていいと。まあそうやって集中力を保っていた時代がありました。まあそういうこともあったなと。あとデスク周り。これもそうですね。これ当時のデスクなんですけど、まあこんな感じですね。もうこの時も3つあるし、今も3つある。まるし、不思議なもんだなとか思ったりはしますね。から、なんかこの、張り紙とかもすごく嫌なんですよ。張り紙って。で、綺麗な張り紙。まあ、綺麗な張り紙も嫌で、綺麗じゃない張り紙はもっと嫌で、なんかこの、手書きでバーって書いてるような。あれも気が散るんで、自分では絶対しないですよね。だから、その代わり何をやるか忘れないっていうのは、その Excel で管理していたり、何か思いついたら Notion にメモして、Notion も今このここのあたりに隠れてるんですよ。隠れていて、まあ、この中にもう膨大な情報やひらめきなんかも入っていたりもするんで、で、それは普段は見えないようにしていると。で、デスクトップなんかも今これデスクトップ出すとこんな感じなんですよね。何も置かないようにしていて、デスクトップでちょっとパッと見たときに、この今3つのディスプレイがこういう状態なんですけど、パッと見たときにやっぱ気が散るんですよ、私は。だからある意味集中力がないんです、私。そういうなんか物があると気が散ってしまうんで、見えない顔をしているというところで。あります。まあ、やるべきことなんか、まあ、この時から書いてますね。Twitter、Facebook というのは。Google プラスっていうのも懐かしいですね。ちょっと出てきて、出ていったので、出てきて消えていったんで。あとテレビですよね。で、テレビも、もうこの前の数年から見てないんで、本当に20年ぐらい見てなくて、本当にいろんな見えなくていい情報というのがありますよね。そういうところも気をつけているところです。で、例えばなんですけど、まあ、ヤフーのニュースなんかで言うと、こんな感じですよね。こんな感じで、じゃあこのあたりの、まあ、こういうニュースを今見る必要があるかですよね。このあたりとかですね。このあたりとか、こういう事故だともそうですし、なんかこういうことなんかもそうですし、なんかこれを全部いらないかなと私は思ってるんで、見ないです。新聞も読まないし、テレビも見ないし、だからニュース本当に知らなくてですね。それでも食べていけると、生きてはいけるんで、まあいいかなと思ってはいます。で、その見えない顔をすることによって集中はできるんだけども、まあ損することもあります。知らない情報であったりもするし、ああこれ今日までだったんだみたいなのとかあったり、まあ、こういうイベントがあったんだとかっていうのはなくはないんですけど、まあでも日頃の集中から考えるとまあいいかなと。で、まあちょっととあるものをですね、YouTube ではとあるもので、まあ、ボイシーでは話しましたけど、まあそんな感じで、私はメディアによって話すこと話さないことっていうのをちょっと変えて楽しんでます。まあ全部見ていただくと全部わかるみたいな、そんな仕掛けにしてるんですけど、まあ、とあるものを申し込んで、キャンセル待ちだったんですけど、無事通ったっていうのが
るんですけど、まあこれも、あ、これもっと早く知ってればとか思ったりしたんですけど、なんかそういう情報がヤフーとかテレビ見てると入ってきたかもしれないですけど、でもその代わり日頃の集中力が落ちるわけで、今の私の成果っていうのがない可能性というのはありますよね。今の私の知識スキルが、その集中力が削がれることによって得られてない可能性はあるんで、まあどっちを取るかってところではありますよね。全てを取ることはできなかったりするんで、まあそれでいいかなと。だから、まあ見えないか、まあ目をすっきりすると言いますか。まあこれ私外に行った時もやってて、その変なものが目に入らないようにしてますね。だから嫌いな地域とかあったりしたらそこ行かなかったりするし、ちょっとイラッとするものとか、モヤモヤするものっていうのは見ないようにしていたり、まあカフェでよく仕事するんですけど、視界は大事にしていて、なんかですね、もう苦手なタイプの方とかがいらっしゃると、その方が視界に入る席だったらもう席変えます、変えるかも違うカフェに行きますね。まあ、昨日もですねチラッと入りかけたんですけど、まあどんな方が苦手なっていうと、まあ色黒で怪しげなスーツを着てみたいな、まあそういう方ってちょっと苦手だったりはするんですけど、あと身振り手振りが大きい方とかですね、そういう方、音は遮れるんですけど視界って遮れないんで、で目の情報ってまあその科学的にどうか知らないですけども、予想以上にバッと入ってきて刺激になりますよね。だからそういうものが入らないというのって、入らないようにするって、目を疲れさせないで、体を疲れさせない、脳を疲れさせないために非常に大事ではないかなというところです。だから電車の中でも中ずりとかをもう見ないようにしてますし、まあ、なんなら外をコンタクト外して歩いた方がいいんじゃないかなというのあるんですけど、ただつい見てしまうんですけど、そこは私はもう本当にそのこの10年以上の鍛錬の 20年以上の鍛錬の成果としてできるようにはなりました。中ずりを見ないとか、キオスク の, あの新聞の見出しを見ないとか、本当しょうもないことがあったりもするんで、そこはもう本当にトレーニングしましたね。もともとは20年前に F1 が好きだった時に F1 の結果がボーンと出てたんですよ、ブームの頃って。でそうすると仕事終わって家帰ってから見ようと思ってるのその結果が分かっちゃったり、サッカーの結果とかですね、ワールドカップとかだと怪しいですよね。だからその時にその外の情報を見ないみたいなのはすごく徹底しましたね。中ずりを見ないとか、だから今はスマホでこうパッてやって、で本を読むようにしてるんで、自分のこの視界ここだけしか見ないようにしています。で今電車で映像なんかも流れたりするじゃないですか。この間それも見ちゃったんですけど、見ちゃったら、トレイン TV かなんか、電車でテレビが始まるみたいな、もうテレビ嫌いなんで、そういうのもやらなくていいのにとか思ったりはするんですけど、だからそういうのも一切目に入れないようにはしてはいますね。で、この間友人とサウナに行った時に、サウナにそこテレビがあって、で、そのサウナ好きの友人に聞いたら、まあそんな、その、必ずしもあるわけじゃないと、あれは自分も嫌だみたいな話をしていて、苦痛ですよね、テレビって。で、サウナだとこの耳を塞げないし、で、視界はちょっと避けることはできるんですけど、もうその、せっかくのサウナの視界っていうのが台無しですよね。ただそれを望む方の方が多いんで、まあ私がそこに行かないという選択をするしかないわけなんですけど、まあそうやってご自身の行動を変えてでも、その見えないか、ご自身がちょっともやっとするもの、イラッとするものを目からなくす。で、好きなものが入っても良くないですよね。まあ好きなものはいいか。好きなものは、私ここで動画をつけてたりとか、まあ、そのリビングで動画を流しながら仕事したりっていうのはするんで、まあ、好きなものは気が散ら、好きなものに見入ってしまうんだったらダメでしょうね。娘なんかはまだですね。まだと言いますか、そのうちなんとかなるのかわかんないですけど、朝ごはん食べるときに動画ついてるとそっち見入っちゃうんですよ。ご飯の手が止まるんで、だから朝の動画は禁止ってことになりましたけども、その集中力がそがれない程度にコントロールできるんだったら好きなものもありかなみたいなのありますかね。なんかそんなところで、まあ、ぜひですね、今日皆さんの視界を気にしていただいて、ひょっとすると本当知らん知らずにいろんな情報が入ってきていて、自分を疲れさせている可能性というのはあるので、そうならないように視界を気にして、あ、これはちょっと目に入るともやっとするなというものはそれを消すようにしてみていただくといいかなと。まあこれなんですが、雇われてると、独立前だと、そういう方が目に入りますからね。なんか、だらだら歩いている上司とか、遅れてくる人とか、なんかそういうのが目に入ったりしたりして、なかなか集中できないなっていうのはあるんで、だからこそ私は、
まあ、独立して今人も雇わないという状況が、まあ、気に入っているところでもあります。でそういうところで、はい、ぜひ見えないかも試してみていただければなと思います。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。